今日はこの丸の子を直していきます。これ古いやつです。うわこれは部品、これはママの後ろ、これ取り替え部品、こっちはね、これもこれも、はい、部品も買いました。これで治るんでしょうか。はい、治るでしょうか。どうなんでしょうか、はい、やってみないと分かりません。外すは簡単ですが、組み立てが大変です。します。こちらはいいです。こちらが修理メインです。ここにこれがはまっとったっていうこと。そうこれ入れなきゃ、ちょっとこれ入れなきゃ、まずそれを入れて、これどこだ、はい、ここです。収まりました。ちょっとおかしな音がする。何の音がする？何がだと思う？何がだったかな？これはやばい。ここまで悪いと思わんかったな。見ればよかったな。中止。思ったより壊れとった。それ何かが引っかかってこうなったってこと。そうそう、断線した。このコイルが断線するからな、飛ぶよこれ。はあ。火花が飛んで焼ける言ってますね。それさ、もともとジャンクで買ったわけ？これ4000もしたじゃん。ジャンク品ですって書いてあったら。そうよ、壊れとるけど部品が欲しい人みたいな。そう同じところ壊れとってそうだよ、惨め。こう線が切れとるじゃん、中で、うん、あの線をつなぎたいだ、はあ、出さんにはつなげんが、うん、一体式にガチャンって入れてあると思う。ここ輪っかがあるじゃん、うん、ここの線が切れとる、はあはあはあ、分からんかった。でそれをポッと取りたい、全部一緒に出したいだけで。17を取りたい。出るか出るか分からん。生まれました。うわガチでジャンクです。ガチでジャンクです。これはどうなっとったか分かりません。いやすごい、サビサビ&サビだな。サビ&サビです。いけそう。それいや、中に入るやつはこんなも磁石の関係だけ、うん、サビとってもどうのこないんだけど、線がこいつをこうつながり、これをこうつないで、はい、つながるもんですかそれ。つないでつながれんことないけども、今度このバネになっとるでしょ、うん、バネになったやつがこのこれに引っかからないけど、こっち引っ掛けてあるから、あー、はいはいはい、グーッと広げて引っ掛けてあるバネみたいな、うん、で接触してあるんだけど、うん、それが伸びるかどうかだ、これハンダ付けしてな。あ、ここの部品だけはないもんな。一体は この米印なんだ。この米印は、このジャンクを見せた時に、これも壊れとると思うよって言った分か。分だからこっち側を直すんだったら、これもいっとると思うよっていう、この米印に合っとったね。合っとったね。確かに下手に直すより部品もらった方が端っこいな。うん、というか、うん、私の買った方がいい。そうだな。部品がもったいないんで、せっかく買ったの。5000円かけて4000円のものを直したら1万円になりますけど、だいたい1万円だったらこれ12500円ぐらいで買えへん、確か。
うん、そうだったへん、うん、いやもったいない気がするなーって言うとけんな、うん、いやもったいないことをするのがうちのお父さんなんでつって、無理やりかわしてもらったしかしそこまで言われたとこれ直したやな、しかし逆に直りましたよって言いたいな。そう善意で言っとる、もったいないと思うよだったと思うんだけど、うん、ハンド付けしたら伸びんかな、流行りさせりゃいいんだよ、伸ばして、うん、サビチョだけど、動線がサビチョだけどポロポロいくだろ。なんか丸っぽくなってきた丸っぽくはいいだけど、丸っぽくなってきた、丸っぽくはいいだけど引っかかっちゃった。そうなりたい、こ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 うなりたい、そしてここのこれをこうしたい、そうこうなりたい、ぽいぽいぽい、これいいかな。もう一個のバネはついとるだ、うん、バネがはまりません。今度ははまりました。じゃじゃん、どこがはまったんですか。あ、見えた。おお、すごい。このバネがはまりました。これがはまったはいいだけど、いいだけど、その後がどうだ、その後が問題です。でもそこまでさ、よくできたねクリア。いやもうちょっと結構さ、さっきなんか見た時絶望的だったよ、なんかもう無理かもしれんって言ってそうだよ、そこまでよくできたね、この短時間で。戻していきます。すごい、こんなが治ったら最高よ。さあ、新品の部品がこのあるかな、すいません外のじゃない、側の、あ、ここだ、側ネジ、さっきこれ外しかった。時々部品が余るんだ、うん、そうだよね、時々部品が余ります。お、綺麗なのが入りました。最初そこだけで済むはずだったのに一回開けて絶望するっていう、カラカラ、お、いいじゃん、言わなくなった、カリカリチリチリ、これからがエラーだわ。え、そうなんだ、うん、今の山じゃなかったんだこれからね、これどうついちゃったんだけど、うん、ここか、うん、できないよね、入れたかやな。あ、グリス入れたな。シリコングリス、何でもいいです。ラバー用電池用。何でもいいです。何でもいいけど塗ります。はい。部品を交換します。はい。そこの部分だったんだ。そんなとこ変えるんだ。え、すごい。すごいんですけど。すごい。
れて、なんかかぶして、ガチャッとはめて、他に断線がなければいけると思いますかね。うん、動くといいね。動くといいね。よし。両サイドなきゃいけない。なんで学校の時習ったでしょうが。あ、違う、習ってない。そんな学校行ってない。そしたら小学校、中学校ぐらいの理科の時習っとんやね。習ってない、習ってない。あのモーターの原理ってやつ、いや習ってない。ファラディの左の法則とか右手の法則とかさ、こういうやつ、ね、そう左側が、左側がモーターか右側が発電機かな。あ、全然電磁力って習ってでしょ。電磁力って誰だでしょ。これしか覚えてない。電気が流れたら磁力がこう発生して力がこういくからモーターが回るとかさ。いや知らん。知らんことかもんで、で力を加えて回すとね、磁力が、あ、磁力を切るから電気が発生するから発電機。ちょっと存じ上げないですね。忘れましたね。あれいつだったっけ。中学校ぐらいじゃない、この手を練習したの。テスト中にみんなこの手をするっていう。そうよ、そうよ。こうこうこっちは電磁力とかで、あったでしょ。あったかもしれない。忘れました。なくなるか。例えばわからない。でこれは何の役に立つんですか、これは。うん、カーボンブラシ。カーボンブラシ。というのは。さっきのあのこれに当たってここここ。うん、ここにブラシが当たって、はい、で回転する。へえ。そのブラシも傷んどったってこと。そう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 。うん、あ、ここにちょっとこう削っちゃったから。こうツルツルのところにツルツル当たるとちびにくいけども、うん、ツルツルのところでないときにこう当たるじきちびってまう。へえ。そしてここが当たらないことはもうたまわらんだ。当たるとこがないけ。の、うん、コイルに電気流れんから、うん、磁力が発生せんだよ。磁力が発生せんから回転せんだよ。なるほど。なるほどっていうか、ちゃんと原理を分かって直しているんですね。基本的にはな、昔発電機を開発した人がいてね、うん、で発電機を、うん、あのイギリスの産業革命っていうのがあったでしょ、うん、ね、あったかもしれない、うん、その時にあの発電機を展示しただ、うん、で展示会の時に展示作業する人が、うん、誤って接続しただろうと思うだけども、うん、いたずらで接続したっていう話もあるだ、うん、発電機と発電機ですね、うん、発電機で電気起こすだな、うん、するとこっちの発電機したら発電機動いただ、うん、何じゃかりことになった、うん、それでモーターもできた、それで産業革命起こった。へー。だけね、もう人に出会いせ与えんかったらな、いたずらすべきだ。そういうこと。、うん、そこが落ち、そこ落ち。それなんですか、さっき今つけたやつ。これはね、うん、このこのレバー、これってやつです、ね、これはね、うん、カチカチしてる、うん、これよ、あの際切りっていうか、うん、あのこう行くとまっすぐ行くわ、うん、でこう壁があるわ、うん、壁の際切りだときにこうやって、うん、あ、寄せれるっていう感じ、うん、へえ。そのレバーも壊れとったの？うん、レバー壊れてた。あの力入れてグーやるからな。
プラスチックの部分がちびるだ。ああ、痛む。そうすると、うん、空回りして腰まらない。で、治ったんですかね。歯をつけた方が、回るのが分かっていたら、回らんかったら。怖いね、歯が飛んでいたらどうするの。歯が飛ばんかくねえが。そうですか。こうやってこうやってこういうふうに何遍でやるか。さあ動くんでしょうか。怖い。どうですか。どうですか。どうですか。いきます。一発で終わったりして。いったんじゃないですか。いいでしょうか。行きます。